おっぱいから毛が生えてたことがある。いいえ。いや、なんとなくは知ってるけど、うん、なんとなくね、うん、俺は何があるかは分かんないけど、うん、なんとなくは見たことはある、うん、この見覚えに。これね、これ嘘発見器です。これ手を置いて嘘ついたら、うん、まあ何か起こるっていう。何が起こるの？何かが起こる。で、何が起こるの？え、だから何かが起こるから、からのとりあえずこれを、はい、手を置いて。手汗大丈夫ね。無理だろ、絶対。じゃ、ちゃんと置いてよ。置いてるよ、置いてる。じゃ、これで、質問していくんだ。じゃ、簡単なのがいこう。はいかいいえで答えてね。はいかいいえ？はいかいいえしか言っちゃダメだよ。うん。今現在、うん、彼女いますか？うん、おっしゃる。ファイナルアンサー。うん。怖いんだけど。なになに？いません。いない？いない、マジで。超怖いんだけど。ニットニットいるじゃん、嘘つけ。ガチでいないんだけど。はい、次。ま、リアルにいませんよ、ほんとに。嘘つけ。ほんとほんとほんと、ほんとにいない。悲しいやつみたいに、いないのに元気かな。あ、リアルに俺ね、最近遊んでないから何もない。遊んでる。ちゃんと。あそこね。はい。はい。遊んでるね。え、これ絶対来るだろ。嘘ついたね。じゃあ、また最後に一回さ、一回試してみる。じゃあ最後にこれ絶対来んだけど。今までのは全部嘘ですか？いいえ。ないんだけど、これ全部来んだろ。おお、じゃあほら、ほんとだよ。ほんとだ。血毛生えてますか？はい。みんな生えてんの？え？みんな生えてんの？いや、脱毛してる人はさ、生えてない僕たちは本当の兄弟ですか？はい。運命の分かれ道ですね。こんなに一緒にいる兄が本当は違う兄である可能性があります。怖っ。ああ、すげえな。もう一回じゃあ、ね、なんでだよ。いやお前の番だよ、次。はい。ぶっちゃけ今日撮影したくなかった。帰りたかった。はい。怖い。え、俺入ってたよね。はい。ミリミリしたらいいえってことだよね。いいやつだよね、これ絶対。いったああ、なるほどね。いやいやつだろ。いいやつだね。じゃあ今現在、うん、あれ、この人彼氏になりそうって人がいる。いいえ。いないってことだね。ほらほら。もう一回。じゃあもう一回。じゃあ、一週間以内、うん、男と遊んだ。いいえ。かっこいい。
これ嘘っぽい。遊んでない。どこですか？遊んでない。ほら。ほら。なんで俺結構来るの？いや、ちょっとあの電気を味わってほしいから、ちょっと3度目。3回、あ、でもそれラストこれ。はい、ラスト。いやだ。この撮影、すげえダリーなって今日思った。さっき俺がした質問じゃねえかよ。いいえ。本当にいいえ。ほら。おー。ほら、見てみなさい、この実際。じゃあ、この家で、うん、男を、じゃあ、1対1で、ここで、男を連れてきたことがある？ある。あるんですよ、だからそれは本当なんですね。ちなみにね、お父さんでした。うわ、つまんねえ。クソ、つまんねえ。なんだよ、今のなんかその思わせぶりのお父さんにして。なんかあるかな、なんかある。際どい質問。際どい質問、うん、どっちに。こっち。いや、俺だって俺はもう食らってるもん。いや、もう一回食らおう。何回も食らってるから。もう一回食らおう。もう一回、じゃあ、二人に質問するわ。あ、じゃあ、先にどう。先にどう。いいよ、先いいよ。おっぱいから毛が生えてたことはある？いいえ。ダメだね。ダメだ。あと二人の質問でしょ。俺今までやったの嫌なんだけど、めっちゃ。おっぱいから毛が生えたってどういうこと？その、あ、じゃあ目は違うんですか？おっぱいから毛が生えてたんだ。ごめんな。チンゲを全部剃ったことがあるか？あ、ない。いいえ。自信満々言ってる。本当？うん、本当本当。じゃあないんだね。ん？毛は生えてるか？あ、そう、生えてる。ガチで生えてる。ガチで生えてるもんって言うもんじゃないよ。チンゲないです、この人。取ってます。結果発表。じゃあ、どうでした？いや、これ結構面白いけど、意外に痛い。ビリビリペンと同じ痛さ。うん、この、急にクッってなる感じ。良かったと思ったら、高評価。良くないと思ったら、低評価。そして、コメントに、新列に書いてください。いっぱい書いて。なんか、こいつ面白くないなぁとか。顔がなんか、受け付けないんだよなぁ。はい、と思ったので、よかったら高評価、悪かったら低評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。僕がね、こんなね、あの兄にドッキリなんか仕掛けられて頑張っておりますので、また次回を楽しみに。バイバイ。僕がね、こんなね、あの兄にドッキリなんか仕掛けられて頑張っておりますので、皆さんね、それじゃこの先出る出番なし、携帯で、誰か iPad でも、どこでも、SNS 上、繋がってれば、皆さん空の下、青い空の下。